こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。今日は9月の12日ですか、日曜日でございまして、いやー久しぶりだね。こうずっとうちでのんびりしたっていうのは、まあね、のんびりしてもね、ちょこちょこ外に出たりなんか感覚あるんだけど、今日本当にねずっとうちにいてね、でもなんかいろいろね、逆に今までできなかったようなことをね結構できたりして、有意義な一日のようでございます。今日はね、箱根に旅館があったり、まあ縁があるもんですから、箱根町のね、なんていうのか、町会議員っていうのかな、町会議員の選挙がありました。14人なんですけれども、まあでもね16人くらいなんかいらっしゃいまして、そのうち14人当選したということでございます。でね、私のある、大平台っていう大平台地区でございますけれども、ここはね、それでね、大体有権者が箱根全体でね、かれこれ1万人くらいなんですよ。その中でね、大平台はね結構ね、面積は程よく広くて平らでいいとこなんだけど、人口はね、住んでる方がかれこれ400人弱、そのうちね、この有権者投票ができる方が340人、だからあれだよね、ずいぶん高齢化になってるよね。その投票ね、その有権者じゃない人がだって60人ぐらいしかいないんだからね。まあそういうとこなんだね。やっぱりなかなかね、普通ね、大平台どのくらい人口がいてどうなんだろうなっていう、ね、あんまり気にしていなかったんですけど、まあね、こういう時ほどね、大体箱根の中でどのくらいそのね、有権者の数がいらっしゃるのかなとか、ちょっといろいろと見てみたら、まあとにかく340人くらいということでございます。まあ毎度ね話してますけど、まあ今月の26日スイッチバックカフェオープンするんですが、いやーやっぱりオープンするとなるとね、いろいろ大変だね。大変ってことはいろんなのたくさんあるね。これも用意しなくちゃね、あれもどうだあれもどうだね。それからね、やっぱりこう地元の方にね、まあ結構ね、これ400人くらい住んでるんですけど、個数にするとね、多分その半分くらいですかね。だから200件弱なんだと思うんですけど、やはりね、そこに、オープンしますという、ちょっとまあね、こう、そこで商売させていただいてますので、まあ挨拶方々各お家にですね、まあその連絡表を、配りたいと思ったりしております。それもね、やっぱり全部作って、ちゃんと印刷をして、所定の折り方をして、それで一つ一つ一件一件配るわけですから、これまたね、簡単なようで大変でございますよ。まあね、いろいろとそういう細々としたことありますけれども、でもね、とってもなんか評判も、前評判も良くて、いい形で、これはいわゆるその大平台ですけれども、箱根町の中でもね、スイッチバックっていうのはね、私のところがまあね、まあ、3箇所ありますけど、あとの2箇所は、ね、大平台の駅と、あとその湯本に寄った出山の信号だから、そこは何もないしね、であと駅だからね、そうすると具体的にね、その3番目の上大平台っていう私のとこしかないんですよ。だから基本的にはね、スイッチバックカフェという名前をつけましたですけど、ね、このスイッチバックっていうカフェはね、他ではね、つけようと思えばつけられるけど、なかなか根拠はないよね、私のとこみたく。だからこれはね、本当にスイッチバック、の本当に
すぐ至近距離のところにありますので、このスイッチバックという貴重なロケーションと、名前をですねフルに活用して、非常に皆さんに喜んでいただけるよう頑張りますので、みんな、ね、いろいろとコロナで大変だけど来てくださいね。YouTube 見てきたっておっしゃっていただければ、まあささやかですけどサービスいたしますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。